はい。週刊ウニューです。よろしくお願いします。祝いますか、YouTube からお送りしてます。お相手はこの方。はい、三好淳一でございまあ、よろす。しくお願いよろししくお願いします。ます。そしてまた、今回は新しいネタを考えてきてくれたということで、よろしくお願いします。はい。ではでは、共有します。さあ、これは何でしょう？ギターのピックと言いたいところだが、ルーローの三角形ということになります そか？れです。これ、ああ。ルーローの三角形って何いがや、面ギ白いターかのといピッうクだよと、ね。何が面白いかという と、何が面白いかというと、はい。何が面白いんでしょうこうやってこう回してっても、幅が一か。緒っていうことがあるんですよね。細おお、かい知っなってる、てい知っう、てる。そういうやつです。こういうドリルがあるんですよね。穴が四角く開くドリルっていうそのね、穴を開けるときに、これ今中心がこの中心で回ってるけど、そうすると四角が動いちゃうんですよね。だそうからそうそう、だから穴がずれるようになってますよね。これを逆算してドリルはなってますよね。センターをぐるぐる回さないといけない。まあその辺はを踏まえて。い。はい。はい。今回転させてるけど、外枠うっすら見えてる四角形はずっと同じサイズの四角、正方形であるといあうことなんですね。あ、はい。そして、これをどうするかというと、こうします。あら、かわいい。これは、だから、ここの正方形の側面が、境界が鏡張りになってると思いましょう。そうすると、ここでなる対ほ称ど。になる、まあ対称にまあなるといって、まあ、なんだ万ろう。華鏡に入れてみたってやつですね。万華鏡の90度版というかのやつになる、45度版かな、になりますね。まあ、正方形の筒の状のやつ90です度版ね。かな。それで、まあ、側を取ったらこんな感じで、この中で回すと、こんな感じに変形していくと。なるほど、素敵な感じです。ということで、ネタ自体は、まあ、だから、常に、一つのやつが周囲の四つぐらいにくっついた感じになってるなるかほどな、ね。多分ね。どっかで離れるとこあるかわかんないけど、こなんるなほ感どじです。ね。まあ、いくらか芯出しをしなきゃいけないってことかな。そこがね、ネタ自体は単純だけど、さっき言われてた正方形の穴開けるドリルのセンターどこでですか問題が発生するので、発生するけど、まあ、何しろルーローの三角形が描けちゃえばですね。幅で抑えればいいので、幅の平均で XY でずらせばいいんで、そっ多分か。大丈夫だとは思います。なるほど。実際もう書いちゃって画像上でやっちゃうとかいろいろいそう画です像ね。上っていうか、値が分かれば、図形の書き方が分かれば、まず大丈夫かな。ちなみに、ルーローの三角形自体は、どうやって書くかというと、まあそういうのもやっとくといいかもしれませんね。それは、祝いは知ってはいますが、まあ、お客さんのために、そうですね。よいしょ。こうして、こんな感じで、あ、ちょうどおうほう。目分量だけどいいサイズできたな。して、差を取って、方法？なんだ、知らないな、その書き方。こいつがいるんですね。で、ここに三角形があるので、三角形を持ってきて、で、ここで120度かな。よいしょ。でも難しい。図形的な書き方、なんだろそうすう。るドローと、イングソフト的な書き方なんだ。そうそう。てまあ、もう。か、正三角形でコンパス回すとできんだよね。まあ、あ、なんかずれてる。まあ、でも、なんか、こんな感じでできるってことですね。まあね、
正三角形でコンパスを回すとできるんだな。はい。なるほどね。面積はいくらでしょうみたいな。ああ、ね、小学校ぐらいでできるかな。パイは残るのか残らないのかとかね、残るかな。残るよね。残る残る。まあ、このような、ね。だいたいピックの形っていうか。うん。いや、ピックの方はもうちょっと三角形に近いか。だからスティック使ってると、この角がだんだんね、削れて。削れてくる。今、角尖って。あれ、これで、あれですか、これで四角形をこう、中身をなぞ、あ、正方形の中をなぞるじゃないですか。はい。これ四角形で、うまく角度を取ると五角形の中をなめるのができるんでしたっけ、できないんでしたっけ。五角形は知らない。ルーローの。あ、まあ、ルーローの正方形みたいな。それはできないのかな。まあまあ。あ、じゃあこれは、はい、やってみますね。これはなんか動きが綺麗っぽいですね。うん、ルーローハンってなんか食べ物がありますけど、それとは関係ないという。あれね、トンポーローとかね、うん、そうそう、あ、全然関係ないですね。はい、ルースーローとかね、あ、関係ない。全然関係ない。あ、ということで、最後は中華の話になりました、ね。じゃあ、まあ、まあ、これも作っていきましょうということで、じゃあ、今回はこれでおしまいです。はい。チャンネル登録と高評価とあとコメントをよろしくお願いします。あ、コメントは今のところ1回あったというナイスカラーっていう素敵なコメントがあったという。あ、それじゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。